谷口亮堂です。宇治園の茶商をしております。伊右衛門の茶葉の選別につきましては、私が持っている品質目線というのがございまして、その品質目線に合うものは仕入れていきます。私たちの宇治園としては、いろんな茶葉を吟味をして、それをブレンドして、そしてこういう味わいでどうかということで、サントリーの研究所の方に提案をし、サントリーとの研究所はそれをもとにしてドリンク化をされて、伊右衛門の味わいっていうのは急須で出した味わいっていうのをペットボトルで再現しようという意識になってます。それが皆さん方に非常に高評価を得てですね、本当に美味しいなって言うていただけば、私たちの仕事っていうのは成功したかなというように思います。